お待たせいたしました。皆様お戻りでしょうか。これより京都大学附地研究所センターシンポジウム京都からの挑戦を再開させていただきます。まずはパネルディスカッションを始めさせていただきます前に、本日行いましたすべての講演について皆様方からいただきましたご質問をもとにお答えする質問回答のお時間を取らせていただきたいと思います。ご質問につきましてはお時間の都合上すべてにお答えすることはできないためにあらかじめ選出をさせていただきましたことをご了承くださいませ。それでは本日講演いただきました先生方にまずはご登壇いただきます。まずは午前の部の講演から森前先生のご質問です。よろしくお願いします。解くのに何千年もかかる問題はどうやって作られるのですか。その計算結果が合っていることをどうやって証明するんでしょうかという質問です。お願いします。そのどうやって難しい問題をチェックするかというのは非常に重要なポイントでして非常に良い質問だと思います。で、例えば素因数分解の話をしたんですけど、素因数分解とかは書ければ正しいことは分かるので、そういう問題は NP 問題といって、そういうふうに簡単にチェックできる問題はあるんですけれども、ただ量子コンピューターというのはそういう NP 問題は苦手だろうと、特にさっき話した組み合わせ最適化問題のようなそういう NP 問題は苦手だろうと言われているので、じゃあどうやってチェックするだろうと、実は研究者もみんな今研究している問題でして、私も含めていろんな人が取り組んでいる問題になっています。はい、はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。さあ、それでは続いてなんですが、梅沢先生のご質問でございます。先生はバイオマス生産を上げるために遺伝子研究、遺伝子の同棲を行っておられるとのことでしたが、遺伝子組み換え植物を植えることには問題があると、いうことでしょうか。またはインドネシア側で問題があるのではありませんでしょうか。中国で森林面積が増えたのは中国の、中国の、あちらの意見で植物を、食材し、中国の、政策で、中国の政策で、食材したためでしょうかというご質問です。はい、2番目の中国の件から先にお答えさせていただきますが、それはご指摘の通りです。太閤管林といって随分タイは尻底ですね、甲は高地面積の甲ですね、関は酸化還元の関で、林は要するにその畑を減らして林に戻すっていう政策を随分やられましたんで、その結果もかなりあるだろうと思います。それから初めの遺伝子組み換えの件ですけども、ちょっと直接のお答えじゃなくて、まずちょっと現状を触れさせてあげますと、実は世界の2018年のデータですけども、例えば大豆を取ってみますとですね、世界の大豆の作付け面積の 78% はもうすでに遺伝子組み換え植物と言われています。でそして日本にもですね、遺伝子組み換え大豆じゃないですよって書いてあるのは、基本的に微量は許容されている混入分は別として組み換え植物ではないんですが、それ以外にですね、いっぱい遺伝子組み換え大豆由来の食品というのは日本に入ってきています。皆さん食べてられます。食べてるっていうのかな、油なんかで入ってきてそれを使ったものを食べてられますね。それで遺伝子組み換えっていうのは非常にいろんな感情的な問題もありますし、なかなか難しい問題なんですけども、いろいろこうちゃんとチェックをした上で組み換え植物を世の中に出す場合は大きな問題はないんじゃないかなと思っていますけれども、それと今世の中に受け入れられるかどうかってまた別の問題だと思いますね。それで最近今日もちょっと話しましたけども、ゲノム編集っていう手法が非常にこう発達してきて、あれを使いますとゲノム編集のある一部分については従来の育種と全く区別のつかない全く同等なものができるようになってきています。だからそういうふうに技術が進んでくると、また世の中の状況も変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。インドネシアについては、一部問題にしている向きもありますけれども、それが非常に社会全体で大きなうねりになっているとか、そういうことはちょっと私は存じ上げておりません。以上です。ありがとうございました。続きまして、マリオ・ロペズ先生のご質問です。フィリピン人女性と結婚した日本人男性はキリスト教に改宗しますか。はい、これなかなかいい質問で、多分日本人はなかなか改宗しない、あるいは信仰心がないと思っている方もいらっしゃると思います。ただし私が調査を行いながらも、実は 2,3 人ぐらいが改宗しました、要するにクリスチャンになって、
で、東証の研究を立ち上げた時にはですね、まだクリスチャンになるかどうかって何にも考えてない夫のインタビューをしたことがあります。だけどその自宅に訪問する際、徐々に妻が使っている聖母マリアの像が部屋にあったにもかかわらず今に移動しました。で、知らないうちに仏壇が消えてしまいましたで、あれ、これどういうことですかって聞いたら、あ、私はクリスチャンになりましたという話を伺いました。それはなぜかと言いますと、そのフィリピン人同士で毎週教会に行っています。そして週1回ぐらいは水曜日、特に水曜日はですね、特別な祈り会も開きますし、でそれは教会でも行いますし、あとはその家庭内でも行います。で、その旦那たちがそれを見ることによって新しい目で自分の妻たち、そして彼女たちを支える文化圏、信仰心などをですね、見直すチャンスになります。で、実はこれに関しては統計とかデータがありません。ただしちょっと日本全国でこのような聞き取り調査を行うことによって、おそらく意外に回収している日本人がいるのではないかなと私が考えております。はい、以上です。ありがとうございます。さあ、続いて徳山先生へのご質問です。進化論的に言うとチンパンジーの方が力が強くなっていきそうですが、生態系の中では生き残れますか？メスの協力と釣り合っていますか？ということです。はい、いい質問をありがとうございます。実は私もですね、チンパンジーとボノボが例えば出会ったとしたら、ボノボは負けてしまうんじゃないかというふうに思っています。例えば野生ではチンパンジーとボノボは出会わないんですけど、飼育下でチンパンジーとボノボ同じところに飼育している場所でチンパンジーとボノボを見せてみるとですね、チンパンジーは非常に攻撃的な行動を見せるんですね。で、ボノボはですね、なんか知らない人がいるけど仲良くしてみようというふうに手を差し出すんだそうです。で、そういうふうな状況になると、やはりチンパンジーの攻撃的な面で、まあ、ボノボは多分殴られて殺されてしまうのではないかと思います。ですがですね、チンパンジーとボノボ の生息域の間にはコンゴ川という大きな川が流れていて、それをチンパンジーとボノボは渡ることができませんので、彼ら泳げませんので、ですのでその川がボノボを守っているというふうにも言えるのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きまして、午後の部の講演から小柳先生です。これから日本がワクチンを作る可能性はどうでしょうか？はい、ワクチンについては実はもうすでに2つの会社が、始まっています。まあ、ですから今日紹介したのは実は、すでに有効性が確認されているという意味で紹介しております。40種類以上、いろんなワクチンが実験するレベルから動物実験まで行われています。で、ここの我々の現場にあるという理由は、つまり大きな製薬会社が数万人レベルで臨床治験をやって、その有効性を確認しているからこそ我々の臨床の現場に出てくる。で、それが実は日本の会社あるいは日本の政府には、感染者が少ないので、おそらくやる、タイミングを失ったんだと思います。で、アメリカ、ブラジル、それから海外、あれは実はいろんな国をまとめて数万人レベルでそれぞれやった結果です。まあ、ですから我々の手にあるものはすでに評価されているものですから、日本の会社のものはまだこれから評価というところです。まあ、それがうまくいくかもしれません。以上です。ありがとうございます。続いて宇野先生にお願いします。多摩川は去年大きな洪水災害が起こりました。生物の生態系も壊されたのでしょうか？元に戻るまでどれだけの時間がかかるのでしょうか？ということです。ありがとうございます。球磨川の災害、本当に河川の研究をしているものとして心の痛むことで、本当に早く復興されることを祈っています。で、河川の生態系へのインパクトという意味ではですね、実は河川っていうのは自然で、水位が上昇したりですね、下降したりっていう、その水の流れが強くなったり弱くなったりっていうのは自然の現象です。で、河川生態系に関して言うとですね、そういうふうな水の上限っていうのがあった方が、成立するような生物多様性が維持されるといったようなことも知られています。
一方でですね、熊川のような場合ですと、もうあと気候変動によってこれまでになかったような大災害ということで、まあ、生物もそれには適応進化していないということもあるかもしれません。またですね、本来の河川っていうのは、また大きな話になるんですけど、氾濫源といってですね、その河川が溢れて、水が広がるといったような形態をしておりましたけど、それを、我々はですね、護岸して、川の幅を狭めるっていうふうなことをしてきました。で、そのような状況で、この氾濫が起こったってことは、まあ、進化の歴史で生物が経験したこととはまた違うかなというふうに思われます。ただですね、まあ、希望としては、生物はたくましいです。で、自然の中ででの氾濫が起こった時にも、実はですね、結構川の端っこの方には流れの緩いところがあったりだとか、実は川の石のもっと下の方に潜って、その、災害をやり過ごすだとか、いろんな適応進化をしています。ですので、北海道でもすごい災害がありましたけれども、その後も、すごく早く生態系は回復してきました。熊本の方も、まあ、早急に回復されることを願っています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは関口先生にお願いします。自分がチームワークから逸脱した行動をしたしてしまった時に取るべき行動とは何でしょうか。お願いします。謝ってください。さっきブラック企業と労働組合の例をしましたけど、そこで壊してお仕置きという話をした時に、まずは壊すんですけど、で相手がホワイト化したら、まあ、許して元に戻るというふうになっていました。つまり分析でも、やってしまった側が謝る、落とし目をつけるというのは重要な一部分です。あと時の全体のメッセージとして、お仕置きする側はなるべく手短に、そして後腐れなく元に戻るという態度を、強調しています。ですのでお仕置きの期間は、短いですから、まあ、謝るの気まずいとは思うんですけど、どうか手短に謝って早く、助け合いに戻るというふうに、これも重要なチームワークだと思います。以上です。ありがとうございます。お時間先生方短くまとめていただきましたので、もう一周お願いしたいと思います。それでは、森前先生、量子暗号について伝達の際に盗聴されて情報が変化してしまえば、非伝達者にうまく情報が伝達せず暗号として成立しないのではないでしょうか。はい、それも非常に良い質問で、まあ、ちょっと時間の都合上かなりシンプルな説明をしたので、まあ、ちょっとそういう誤解を、生じてしまったんですけど、最初に送る量子状態にはメッセージが入っていなくて、その熊門を送る話を思い出していただくと、そのルールの書かれた紙ですね、くを2に変えるとか、なんかこの文字をランダムに変えるルールの方を最初にその量子状態で送ります。でそれは盗聴されて壊されると、確かにおっしゃるように受けても読めなくなりますけれども、ただもうそのルールは危険だから使っちゃいけないって分かるので使わないようにすると、まあ、例えばさっきの例で言うと、そのルールブックを郵便で盗まれるようなものですね、郵便で盗まれた証拠がもう出ちゃったから使わないと、そういう話 でそれが終わった後に安全な鍵ができたことが確認されてから初めてメッセージを送るので、メッセージは壊れないということになります。はい、以上です。ありがとうございます。続いて梅澤先生お願いします。高校でゼニゴケを材料として重力に適応する仕組みの研究を始めようと考えています。ゼニゴケの細胞壁の成分についてリグニン含有量の多少など分かっているなら教えてください。重力に対しての構造があまり発達していない状況の植物なので、リグニンが少ない状況なのかと思うのですが、ということです。はい、大変重要なご質問いただきました。で最後の文章ですね、リグニンが少ないんじゃないかっていうお話ですけども、ご指摘の通りですね、一応ゼニゴケにはリグニンがあるという報告はないと思います。それで、まあ、確かに重力にこう立ち上がって、こう重力に抵抗して立ち上がるような異観測植物ではないので、まあ、リグニンはないということに一応なっています。まあ異観測植物じゃなくても高層でリグニンが確かにあるという報告も一例ございますけどもね、まあ一応まあ異観測植物特異的な成分ということになっています。京大の生命科学研究科にはゼニゴケの大河の先生おられますので、ぜひそちらでまた勉強されてみられたらと思います。以上です。はい、ありがとうございます。マリオ・ロペス先生にお願いします。
国際結婚の増加によるその家族、生まれた子どもたちのサポート体制について、言語の壁、社会全体の理解など、行政や NPO 法人、また地方公共団体などによって温度差があるように思うのですが、今後日本が共生社会を作っていくにあたって、どのような状況が考えられるのか、少しお伺いできないでしょうかということです。これは難問です。ありがとうございます。うまく答えるかどうかわからないんですけれども、まずは日本は非常に大きい国で、その地域の特徴によってどのような例えば外国の方々がそこに生活しているかということを把握する必要があると思います。例えばそれは結婚移民なのか、あるいはその人手不足で技能実習生としてその地域にいるのか、またはその留学生、あるいは避難民を含めて、まあ、いろんな方々がいるわけですよね。で、あとはその企業のニーズ、あるいはその部門、要するにホテル部門なのか、あるいは介護 分野なのか、それを含めて検討する必要もあると思います。ですので、割とトップダウン形式ではなく、その地域からこういった状況に基づいてどう対応するかというのが、もう行政レベルでちょっといろんなことを検討しないといけないと思います。で、ちょっと枝分かりしますけれども、5、6年前に私がドイツの方に訪問して一つの、まあ、研究プロジェクトで、ドイツの、国際協力公社 GIZ の方にですね、訪問しまして、そこではですね、今、介護士、看護師を受け入れる事業をですね、スタートしております。で、そこでトリプルウィンプロジェクトっていいます。で、このプロジェクトはですね、基本的に循環型ではなく、できるだけ人材を確保すると30年間ぐらいドイツで根を下ろしていただいて、働いて、で、その後退職の時点でもし本国に帰国したいのであれば、それは自由だというようなプログラムを立ち上げました。で、重要なのは、循環型ではないことです。で、日本は例えば技能実習制度だと、まあ、基本的に5年間でいろんなスキルを身につけた上で本国にもう帰ってもらうというような制度設計作りになってます。ただし例えばその中に例えば介護分野で来られてたくさんの専門用語を身につけてスキルも身につけて、せっかく日本語を通してそれを全てを雇うにもかかわらずその後国に帰るっていうのが極めてもったいないかなと個人的に思います。なのでできるだけその地域の特徴とニーズに基づいて今後どういうなんていう設計図あるいはそのなんていう新しいシステムを作るかっていうことはボトムアップで検討する必要があると思います。ちょっと枝分かりのような話になってしまいましたけれども以上です。ありがとうございました。それでは徳山先生にお願いします。メス同士の助け合いについて伺いました。ボノボのカップル、オス・メス1対1なのかどうかわからないのですが、オスをめぐって嫉妬心など燃やし争うことはないのでしょうか。非常にいい質問をありがとうございます。実はボノボはペアではなくてですね、集団の中のオスとメスがどのオスとどのメスでも、まあ、カップル成立というか交尾をするという卵婚形態ということを持っております。なので、まあ、ある意味ペアボンディング、ペアを形成するということがないので、オスをめぐる嫉妬というものが存在しないんですね。それがボノボのメスの協力をたやすくしているの面もあると思います。人間のこう繁殖形態というのは集団によってさまざまなバリエーションはあるんですけど、基本的に男性1、女性1のペア型ですね。そうなので女性をめぐる男性の争いというものも生じますし、男性をめぐる女性の争いというのも生じるんです。それが、まあ、女性の中の、まあ、嫉妬というものがあるわけで、それがある意味女性同士の協力を難しくする面というものもあると思うんですね。で、こういう発表をすると、例えば人間がボノボのメスみたいに女性が協力する社会になるにはどうすればいいんですかみたいに聞かれたりもするんですけど、そういう時私はまあできるだけ嫉妬を抑えて認め合ってこう協力していくようにしていくのがいいですねというふうにお答えするようにしています。はい、ありがとうございます。
続いて小柳先生お願いします。日本は自粛要請をすることで感染者死者を抑制しています。それで落ち着くのでしょうか。日本人の感染率死亡率が低いのは遺伝的なものなのか、それとも生活習慣など文化の違いが大きいのでしょうか、ということです。はい、ありがとうございます。簡単に申せば遺伝子並びに生活様式両方です。で、世の中なんか遺伝子で全て決められるように決定いたします、思われますが、我々考えてみれば人それぞれ行動様式が違いますから、それによって左右されます。で、このコロナの場合どうして感染が起こっているかというと、対面の会話です。で、違うところで会話するものは感染する例は非常に少ないので、それがどれぐらいの量のウイルスが入ってくるか、どれぐらいの量をウイルスを出しているかによる因子が非常に大きいです。ですから排出を少なくしてもらうということで、皆さんにマスクを求めますし、人から人への感染を抑制するために人の行動を抑制しているというのが政府の姿です。ですから世の中いろんなファクターがありますが、正しく、最後に申し上げたように正しく恐れれば感染の率は減りますから、感染者は減るし、すなわち死者は減ります。これ日本人比較的言うことを聞いてくれますから、そういう意味では、そういう意味で日本が少ないのはそういう理由だと思います。先ほど途中で言いましたように、大統領選の時にマスクなんて外せと言った共和党は僕間違っていると思いました。それは明らかに間違って、科学的な証拠は何もないのに自分のプロパガンダのためにああいう言葉を使ったというのは私は間違いだと思います。はい、ありがとうございます。それでは宇野先生にお願いします。どうして井戸の工程によって川を訪れる回遊生物の周遊形態が異なるのでしょうか。はい、素晴らしい質問ありがとうございます。ですね、先ほど私がお話しした中で、高緯度ほど、鮭のような粗化回遊、海で成長して川で卵を産むっていうタイプが多くって、低緯度、熱帯、暖かい地域では反対にウナギのような高化回遊、海で産卵して川で成長する方が多いという話をしました。どうしてこういうパターンが生まれたかというとですね、はっきりした答えは、決着はついていませんというのは、こう検証できるような話ではないので、ただすごく有力な仮説というのが1980年にこの先ほどを紹介した時に、提唱されていてですね、それは、陸上と海の中での生産性のパターンが高緯度と低緯度で異なるためじゃないかというふうに言われています。というのはですね、陸上生態系、高緯度から低緯度に比べると低緯度の熱帯地域の方が日光量が多くて生産性は高い、たくさんの食べ物があるということが知られています。一方でですね、海の方に関しては、実はね、高緯度の方が、資源が多いということが知られているんです。というのは栄養塩、先ほど申し上げたその窒素とかリンに関してはそこの方に海のあるんですけれども、光合成できるのは表面の方だ。それで、水が冷たいほどその上と下の水が混合しやすいんですね。それで、高緯度の冷たい地域では、表層にたくさんの栄養塩があって海で、生産性が高いと。ということでですね、高緯度地域では海の生産性が高くて陸の生産性が低いので、海で成長するようなサケのようなパターンが多くなり、逆に、陸の生産性が高くて海の生産性が低い、低緯度の熱帯地域では、陸で成長するような高価回遊のパターンが増えたんじゃないかというふうなことが言われています。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に関口先生に質問です。ゲーム理論が使えないのはどういう時ですか。はい、経済学の今活発に研究されている分野に実験経済学というのがありまして、要するに実験して検証しましょうということなんですが、その結果によれば率直に言って時々失敗しています。でここから先は私自身が承知しているチームワークに関することだけに絞らせてください。チームワークの実験とかで失敗する一つのパターンとして、損得勘定の理屈が示唆するよりも皆さん協力的に振る舞うという意味で失敗することがなんとなく印象としてあります。私自身が個人的に行った実験的研究でそういうことがありました。ですので、損得勘定と今日言いましたけど、皆さんいろいろな場面でそれではない、そういうドライではないもので意思決定されている場面があるのだろうと
いうことで、まあ、そこら辺が使えないように見える場面かなと思います。ただ私としてもう一つぜひ言いたいのは、ゲーム理論が使えないというよりは研究者がゲーム理論を使いこなせていないということだと思います。だから私らの問題です。ゲーム理論に申し訳なくないような研究を私自身はやっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。先生方本当にどうもありがとうございました。駆け足でございましたけれどもお答えいただきました。なお先生方には引き続きパネルディスカッションをお願いしたいと思いますので、そのままお待ちください。なおたくさんのご質問をお寄せいただきました皆様、本当にどうもありがとうございました。さあそれではただいまより未知の原野を行く学問とはと題しまして、パネルディスカッションを始めさせていただきます。まずはじめに司会進行をお願いいたします。研究連携基盤の渡辺隆基盤長をご紹介したいと存じます。渡辺基盤長、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介させていただきます。渡辺基盤長は生存研研究所教授で京都大学農学部卒業、専門はバイオマス変換です。石油などの化石資源に過度に依存した社会から持続可能な社会の確立に向けて、植物バイオマスを有用な化学資源として利用する基礎及び応用研究を行っていらっしゃいます。司会ということでよろしくお願いいたします。そしてここからはさらにお二人のパネリストの方に加わっていただきます。それではご紹介してまいります。京都大学港長博総長です。改めましてご紹介させていただきます。港総長は京都大学医学部卒業、専門は免疫学です。個体が自己と非自己を識別する仕組みに魅せられて40年間、特にがん免疫や自己免疫を中心に少しでも病気という不条理と戦う人たちの力になればと思い研究を続けていらっしゃいます。そしてもうお一方です。続きまして京都大学時藤憲弘理事副学長でございます。どうぞご入場ください。そして改めてご紹介させていただきます。時藤理事副学長は東京大学理学部卒業、専門は有機元素化学です。周期表上の重い元素を含む未知の構造や新規の結合様式を作り出すことに興味を持って研究しています。ケイ素やゲルマニウム原子を含むベンゼン環の合成単理に世界で初めて成功しました。また最も重い安定元素であるビスマス環の二重結合化合物を合成し、その結合様式を解明しています。それでは始めてまいりたいと思います。渡辺基盤長、ここからはどうぞよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました渡辺でございます。どうぞよろしくお願いします。2020年、我々はですね、新型コロナウイルスのパンデミックによりまして社会全体が大変大きな影響を受けました。で、本日の講演会でございますけれども、京都大学の19の研究所センターを結びます組織であります研究連携基盤の活動の一環としまして、府知県センターシンポジウムを開催しまして、ここの副題にありますように、未知の原野を行くコロナ禍を超えた新しい世界をテーマとしまして、7名の講師の先生方からですね、新型コロナウイルスとまたコロナウイルスの先の社会を見据えた話につきまして、分かりやすく講演いただきました。で、このパネルディスカッションではですね、コロナ禍を超えた新しい世界と、これを主題としまして、次世代の情報処理ですとか、あるいは植物利用、国際的な関係、生態学、社会や経済的な観点を含めまして意見交換をしたいと思います。で、コロナ禍を乗り越えますためにはですね、感染予防をするということはもちろんでございますが、病原性ウイルスの発生リスクを低下させる、あるいは病原性ウイルスの感染対策する中で、人が人らしく生きること、そういうことが大切でございます。また地球温暖化のような環境問題にも積極的に取り組む必要がありますし、暮らしを豊かにするような経済活動を行うということも必要です。で、貧困ですとか差別ということをなくすということも必要でございます。で、さらにはですね、国際協調を行うということ、そういったようなさまざまな問題を乗り越えていく必要があります。で、ここ のパネルディスカッションでは、初めに、感染予防というところでご専門の小柳先生からですね、改めてお話を
特にですね、感染予防にとって決め手になりますことにつきましてお話を伺い、でその後にですね、それぞれの専門の立場の先生から、コロナウイルスを超えた新しい世界について、議論を含めていきたいと思います。では小柳先生の方からですね、感染予防に対して、これだけは心に留めておきたいということになりましたら、お願いいたします。はい、再び小柳でございます。ちょっとマスクを、私の話の時に申し上げましたように、これは人と人との会話で感染が成立しているのは間違いないと、ですから、ただその感染者の方からウイルスは間違いなく、多くのほとんどの方は間違いなく消えます。ですから感染者のだった人が、感染者じゃなくなりますということで、なんでこの感染した人の差別が起こるのか、私ら医者には全然理解ができないんですが、そういうことをまず理解してあげてください。ただ我々がコロナウイルスに感染すると、ある確率で、重症化する確率が、おそらく数パーセントでしょう。ですからそれを避けるためには、感染している人との会話を避けるべきであって、それを何度かレベルを下げるためにマスクをしている、レベルを下げるために行動を制限しているというふうに理解してください。で、じゃあ感染が起こることは実際にどういうことが起こっているんですかということを、いろいろ情報、あるいは海外の情報で見てみますと、実はですね、こんな論文もありまして、日本ではそんなことできないんですが、海外のデータを見てみますと、その人が持ってきたスマホの個人情報の行動履歴が、その住所のどこに行って、そしてその人が感染したという情報もすでに、分かるんだそうです。で、それで見て一番危険だったのはレストランで、長い時間滞在するレストランだったそうです。スポーツジムとかスナックとか、そういうとこではなかった。スナックというのはアメリカだとファーストフードありますね。ああいうとこではハンバーガーではなかったというふうに書いてありました。で、行動履歴については、実は日本もきっと分かってるはずなんですが、これ個人情報の関係できっと、解析できないんだと思います。で、一方中国は分かっていると思います。すべての国民を顔認識で行動を持ってますから、彼らはそういうことを強力に抑えるということで、中国はそれで抑え込みにかかる。ただそういう国に日本はするかということは、私は反対だと思いますので、今緩いレベルで行動規制をしているというふうに理解してください。で、なお同じ部屋にいたから感染するということはまずありません。で、ウイルスがここに行ったからといっても、それは間違いなく消えます。同じ空間にいたからといって、それが接触したからといって、ウイルスは間違いなくそこで増えることはないので消えます。ですからそういう意味では消えるウイルスというふうに理解していただいて構いません。もちろんそれを早く消すためにアルコールで消毒すればいいんですが、ほっといたら消えます。で、よく最近いろいろ空気清浄機が売れてますが、あれは厚生省が認めたものではなくて、あるいろんなところが言ってるだけです。で、その高ウイルス効果がどうやって測るか私は分からないんです。本当のこと言って。ただ、それが有効であることは、ある意味では間違いないでしょうけど、本当に医学的に有効かは違う話ですから、我々医者は薬、あるいはワクチン、そういう評価は間違いなく、皆さんにお勧めできますが、空気を清浄するのは一番いい方法は換気。で、飛ばしてしまえばいいです。で、僕のさっき言ったクラス班の人間も飛ばしちゃえばいいですって言って、タクシーに乗る時パッと窓開ければいいっすよって言って、それでみんな対処してます。ですから閉鎖空間の中でカラオケやる、閉鎖空間の中で大声出す、それが感染の対面の問題で、そういうことが海外で当然起こってしまったというのが事実だと思います。ですから正しく恐れるというのは真正面の会話であって、こちらの申し訳ないですね、こちらに絶対来ないですからこのついたてがある以上。ですから、いろんな論文もありまして、ヘアサロンで美容師さんが感染してたんです。で、当然家庭内感染が起こって、ですからそれは我々にとってポジコンですが、
ヘアサロンの人がお客さんをマスクをして接待して誰も映らなかったんです。100人以上の感染者がおられた、お客さんを数日間1週間以上にわたってされたんですけど、それは対面じゃないからです。ですからそういう意味で対面で一番危ないのは居酒屋でわーわー騒ぐ、あの大声を出す、つまり排出量が違いますから、そうすると吸入するウイルス量も違うから感染が起こってしまうということで、ただそれは熊本みたいに少ないところでダメと私は言えない、ただ危険があるよというふうなレベルです。じゃあ同じことが東京で言えるかというと、新宿で言えるかというと違うと思いますね。だっていろんな人が集まってるわけですから、やはり東京でウイルスが消えないのはいろんな人が来てしまうので、一人感染者がいればそれで僕ら燃えるというんですか、それを吸い込む人がいるからというレベルです。ですから正しく恐れるというのは、熊本で正しく恐れるはマスクをしてれば普通にやってればまず問題ないし、東京で正しく恐れるは人が集まっているところに行かないということでよろしいと思います。以上です。はい、正しく恐れるためにはですね、やはり情報を的確につかむということが必要かと思うんです。でコロナウイルス自身が研究が進んでいろんなことが次々と明らかになっていると思うんですが、一般の方が正しく恐れるための情報をつかむということに対して何かしらヒントですというかサジェッションで小柳先生もございますでしょうか。はい、まあ、これはよくテレビに出てくる川岡さんとも喋ったんですけど、テレビが正しい情報を伝えているかというとそれは疑問です。で非常に煽っておられるのは間違いなくて、面白く話を作っておられるというのは間違いないです。まあ、そういう意味でテレビ SNS の情報が正しいかというと、そういうことにまず、まあ、正しい情報もたくさんあります。正しい正しくないは、まずはですね、新聞報道は間違っておりませんのでそれは、大丈夫だと思うんですが、紙報道は間違いないですが、テレビ報道並びに SNS の、間違った情報がたくさんあります。それにお気をつけください。で、まあ、個人名を出すと、医療センターの忽那さんというのが、まあ、感染症内科の一番有名な方です。彼のまとめは非常に分かりやすくて非常に我々にも参考になります。で彼の情報はヤフーで結構出てますので、彼のは正しいと思います。はい、ありがとうございました。できるだけ的確にということで、やっぱり情報を掴んで正しく恐れるということが必要かと思います。ウイルスに関してはですね、後ほどまた議論を深める機会がありますので、午前中の講演からですね、順番にいろいろ意見交換をしたいと考えています。最初が森前先生の講演に関係した議論をしたいと思うんですけども、コロナ後の社会に関して、よく議論されている項目としましてはいくつかあるんですけども、特にですね、デジタル化ということで、まあ、アナログからデジタルということですね。でこれと関係しまして、まあ、IT ですとか AI ですとか、あるいは先進のですね、テクノロジーを使いまして、まあ、感染予防するということで、まあ、これがまあオンライン会議ですとか、オンライン教育、あるいはオンライン診療の強化ということに関係してきます。で、新型コロナのパンデミックを経験しまして、特に日本におきましてもですね、まあ、社会インフラの脆弱性というのが大きな課題として顕在化しました。で、感染の蔓延と抑制におきましても、まあ、例えば、口から出たエアロゾルが、まあ、部屋の中でどう拡散するかですとか、あるいは人の移動に対して、まあ、ビッグデータを使って、解析する。まあ、こういったような、高速なコンピューターを使った解析というのが活躍しています。で、森前先生のですね、本日のご講演にありました、量子計算と量子暗号技術。で、これは、まあ、本格的に、使うためにはですね、まだまだ時間がかかるということかと思うんですが、まあ、コロナ後の社会にですね、どのような変革をもたらすような、まあ、そういったポテンシャルがあるか伺いたいと思います。いかがでしょうか。はい、森前です。まあ、なかなか、難しいところがありまして、まあ、やはり、量子計算機は役に立つということを、まあ、私は、研究者なので言っていきたいんですけれども、まあ、先ほどの、まあ、コロナの間違った情報もあったように、日本は結構、過剰な報道が多くて、かなり、量子コンピューターでも何でもできちゃうみたいなのをよく見かけますので、まあ、そういうのを踏まえると、ちょっとあんまりなんか、私の方から、それを煽るようなことはちょっと言えないという状況はありまして、まあ、ただ、もちろん、高速なコンピューターが、
できれば役に立つというのはまあ非常に当然なので、まあ、あの将来そのいろいろ量子コンピューターの速いアルゴリズムが見つかって、でまあ、あのもうちょっと身近な場面で、今回私がお話したのは非常にその人工的な場面だけなので、もうちょっと身近な場面で役に立つようにはなるとみんなまあ研究者は信じていまして、まあ、実際その、世界中の国がそういうのをやってたりもしますし、あと企業ですね、企業もそういうのを最近やっていますので、まあ、何か将来的にはそういう役に立つ量子コンピューターが、まあ、あの普及するんじゃないかというふうには考えています。はい、以上です。はい、具体的にあの量子コンピューターが実現するという、まあ、汎用化するというのはいつぐらいかということは何か議論があるんでしょうか。なかなかそれも、はい、あの難しい話でして、あの例えば10年前ぐらいには1量子ビットがようやくできていたというくらい で1量子ビットの次は 2にならなければいけないんですけど、もうそれは何か無理だろうみたいな話もあったんですね。でもあの10年経った今実は50とかできてますよね。でそういう意味ではだから何年後にどれだけできるかというのはちょっと予測がつかないんですけど、例えばなんか日本は2050年でしたっけ、それぐらいまでにもっと大きな100とかぐらいですか、それぐらいの量子ビットの、しかもあの誤り訂正がついた、先ほど私あのノイズで壊れてしまうって話をしたんですけど、そういうのも対応できるような本当に使えるものを作るというものを今プロジェクトでやってますので、まあ大体それぐらいを目指してみんな今やっているのではないかという感じになると思いますが、もちろんその2050年より前にできることもあると思います。はい、はい、ありがとうございました。では2番目の講演 の関連したあの議論に進みたいと思います。梅沢先生の方は熱帯地域でのバイマス生産、コロナ禍の先を見据えるという演題でご講演いただきましたが、まあ、こういった病原性のウイルスが蔓延するような大きな要因としましては、人や物のグローバル化ということで、まあ、移動が活発になると、世界レベルで活発になるということがあります。で、もう一つは地球温暖化というのが非常に大きく関係していると言われてまして、発生源に関してもそうですし、まあ、蚊のようなですね、病原性のウイルスとかですね、あるいは菌を運ぶもの自身がですね、やはり南の方から北の方に移動しているということもあります。そういう面で、梅沢先生の講演にありました、植物のバイマスをうまく使って、化石資源由来の二酸化炭素を減らしていくことが非常に重要かと思います。これに関してですね、コロナ禍後の世界に対して、まあ、バイマスが果たす役割について、梅沢先生のご意見を伺いたいと思います。はい。まあ、今朝ももうちょっとお話をしてしまったところなんですけども、やはり二酸化炭素排出源として大きいものが、化石資源の使用ですね。まあ、化石資源ってもともとは、大昔の生物体由来なんですけど、あれはまあ、化石にバイマスとは言いませんので、まあ、今化石資源の使用を抑えて、それから森林をこう減らしていくと、その分二酸化炭素大気中の二酸化炭素増加につながるということも言われておりますので、その両面からですね、バイオマスをもうすでに切ってしまった、これから天然林はもう侵さないで、今もすでにもう切ってしまったところをうまく使ってバイオマスを育てて使うっていうようなことは直接間接に大気中の二酸化炭素の濃度削減に効くだろうなと思っています。で、それから、今日は言いませんでしたけども、大気中の二酸化炭素濃度を減らすために、例えばその大気から地上に降りてくる分を、固定する分を増やす、それから、地上でいろんな人間の生活活動から、結果、こう、大気に戻っていく分を減らすっていうのは重要なんですけども、おそらく抜本的に大気中の二酸化炭素を減らそうとすると、もっと積極的に、いわゆる炭素隔離とも言いますけども、そういうふうにこう積極的に境外に、この炭素サイクルの境外に炭素を放り出してやらないといけないだろうなと思います。で、そのためにもバイオマスは使うことができると思っています。それはちょっと今朝は言わなかったんですけども。で、まあ、バイオマスから、まあ、エネルギーは太陽光とか、あるいは風力とか、そういうもので、まあ、主にとって、でバイオマスは将来的には主に化石資源から得られている核物質ですね、そういったものにをバイオマスから取るような方向が重要だろうなと思っています。それからエネルギーとして飛行機、大きな飛行機を飛ばす液体燃料はやっぱり透明も少なくともバイオマスからいわゆるそういう液体燃料はバイオマスから取っていくことになるんじゃないかなというふうには思っています。まあ2050年カーボンニュートラルですか、
菅首相が昨年もう国際公約されたし、それから、バイデン政権でももうパリ協定に戻るっていうような、そういうふうな一連の動きからもうどんどんバイオマスをと言いましょうか、化石資源の使用を削減するっていう動きがもう一層コロナの後って言いましょうかね、コロナ禍を経て加速してるんだろうなというふうには思っているところです。とりあえず以上でございますが。はい。これに関係して世界の動きに関して伺いたいと思うんですけども、パリ協定の後さまざまな動きがありまして、特に燃料だけではなくてさまざまな化学品を作るとか材料を作るとか、その辺の、付加価値が高いものを作ることに向けて、大きく動いていると思うんですが、ヨーロッパですとかアメリカですとか、その辺の動きに関してはいかがでしょうか。むしろそれはもう渡辺先生のご専門分野だと思うんですけれども、やはりもうとにかくバイオマスからですね、化石資源から取ってた、いわゆるナフサとかですね、それから作ってた化学製品ですね、それをバイオマスに転換するっていう動きには非常に研究開発進んでまして、特に多糖成分ですね、セルロースとかそういったものに関する研究開発はもう20年ぐらい前から非常に活性化されてて、その後に方向属成分であるリグニンからいろんな工業原材料を作ろうっていう動きはもう欧米でもアメリカ、カナダなんか非常に今もうすごい勢いで進んでるなと思っています。以上ですか。はい、ありがとうございます。温暖化対策ということと感染症対策ということはやはり同時に進めていくべきということで、持続的な社会を作るためにはさまざまなアプローチが必要かということかと思います。午前中の3番目のご講演、ロペズ先生の講演でございますが、共生社会で生きる日本とフィリピンの間でということでございまして、ご紹介がありましたように、質問にもありましたけれども、日本にはですね、様々な海外の方が暮らしておりまして、その立場というのも様々ですね。技能実習生のような方もおりますし、中には、結婚されている方ですとか、様々な方がおられて、でコロナ禍を迎えて、順調に暮らしている方もおられれば、非常に辛い思いをしている方もおられると思うんですね。で、こういった方々に対して、やはり、手を差し伸べるといいますかね、豊かな社会を作っていって、共生社会ということを作るためにはですね、何が必要かということを、ロベツ先生に、お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございました。なかなか難しい課題でもありますが、この1年間で在日している外国人 のコミュニティの、少し研究のブラッシュアップもしまして、で一番なんていうんですかね、コロナの影響でだけ受けているのは例えば留学生とか技能実習生ということです。で例えば京都大学に所属している私の同僚である浅戸和子准教授ですよね。彼が実際にはアンケートを学生さんに配って、彼が分かってきたのはですね、学生さんがですね、たくさん飲食店とか、特に京都の場合だと宿泊業で働いているということがよく分かりました。で彼ら の収入がですね、学生ですけれども週にあと、26時間ぐらい働けると思うんですけれども、7割ぐらいですね、収入が激減しました。でコロナが走っている間に私たちは多分給付金をいただきましたですよね、10万円ぐらいだけど、その学生さんにとってはそれは家賃とか日常生活の支えとしてはですね、ちょっと少ないんです。なので彼自身が例えばフードバンクにアピールして食べ物をたくさんいただいて、留学生とか、そして他に困っている一時解雇された在日の方々にもですね、食べ物を配りました。本当にそういう活動が私在日外国してすごい感動しました。であとは私も去年ちょっと説明で今朝のセッションで少しお話ししましたけれども、九州で技能実習生とか介護士看護師のその調査も行いまして、ちょっといろんなセミナーとか、あるいはその技能実習生のその日本語の研修にも参加しまして、
で、ちょっと驚いたのはですね、日本語専門学校で、介護を勉強している学生さん何人がいましたと同時に、農業部門で、一時解雇された、技能実習生が、それで介護の、トレーニングを受けてですね、5年間の短いスパンで農業から介護へと切り替えていくということを今やってるんですよ。なので、その在日外国人のコミュニティの中にですね、いろんな動きがあって、その企業のニーズに応じてですね、みんなそれぞれの形で対応しようとしてるんですよ。それは、生活を支えるためにね。で、例えばその定住者とか、日本人の配偶者の話になりますと、まあ私がちょっと少しフィリピン人と話をしたことありますが、今年はですね、本国への仕送りがですね、送金が少し抑えてます。要するに、こっち側の生活が手一杯で、例えば先ほど言いましたように一時解雇された方もいらっしゃいますし、それはね、本国に送金するお金が少し減りました。で、実は私がどれぐらい去年フィリピンにお金が送金されたかということを少し調べて、で 0.8% ぐらい下がりました。要するに前年度とほぼ同じなんですけれども、これからどうなるかというのが分かりません。で、ちょっと日本においての在日外国人コミュニティの全てについては私がここで答えすることができませんが、皆さんに理解していただきたいのは、特に技能実習生そして留学生の方が今ちょっと苦しく生活しています。で、私も今ちょっと介護分野のその EPA とか技能実習生の調査を今現在実施してますが、これ割と安定した分野です。つまりニーズがある限り仕事もあります。ですので、農業から介護へと、あるいは日本語の専門学校を通して介護へという分野で一時的には事業を創とする動きがあると思います。はい、以上です。真の意味の多元共生社会を作るためには、やはりそういった全ての方々に対して、支援を行っていくと必要かなと思います。例えばですね、職を失うとか、学費がないからアルバイトも減らされて困っているような方々がたくさんいると伺っていて、一方で母国に帰れても帰れないような方もおられると。飛行機が止まってますから、そういったようなこともあるんでしょうかね。おっしゃる通りです。例えば、多分覚えている方もいると思いますが、2008年、9年のリーマンショックがあった時にはですね、その時また、たくさんの、工場で働いている外国人の方々がですね、一時的には、解雇されました。で、その時、本国に帰ることができました。とりわけ、日系人、ブラジル日系人のコミュニティにおいては、かなりの、方々が、国に帰りました。ただし今回は、動くことができないので、もう我慢しながら日本で生活を送っております。で、今それは現状です。はい。はい。そういった現状を共有しながら改善の方向に向かって、国とも共にですね、一歩一歩いい方向に向かっていけばいいかなと思います。はい。大変重たいような重たい問題でございますけども、時間もありますので次へ移りたいと思います。4番目のご講演が徳山先生の方から、類人猿たちのソーシャルディスタンスということで、チンパンジーとボノボの距離感の違いということを非常に詳しく説明いただきました。人もチンパンジー型の方とボノボ型の人がいるような、そのような印象を受けました。で、コロナ禍というのはですね、人と人が接する機会というのは極端に奪っておりますね。その中で、孤立に追い込まれているような方もおりますし、オンラインでは顔を合わせることはできるんですけども、なかなか直接会って、人と接する機会がすごく少ないということです。そういった中でですね、類人猿の研究からコロナ禍で人と実際接する機会が少ない中で、何かヒントになるのがありましたらお願いいたします。そうですね、講演の最後の方で述べたんですけど、一つ人間はすごく多様な環境に一瞬で適応できるというような特徴があります。例えばね、お猿の世界のコミュニケーションっていうのは基本的に顔を合わせての毛づくろい、グルーミングなんですね。または音声コミュニケーションといって、声が届く範囲のコミュニケーション、または匂いでのコミュニケーションなんかがありますけど、基本的に顔を見合わせての毛づくろいだとか、そういうコミュニケーションなんです。
で、それは大型類人猿でも私たちと近い大型類人猿でも変わらなくて、基本的に顔を合わせての毛づくろいや挨拶だとか声が届く範囲の音声コミュニケーションなんですね。それに比べて人間すごくたくさんのコミュニケーションツールをすごく素早く開発しそれに適応してきました。例えば、私が調査しているワンバ村というところではとても田舎でして、何のインターネットもないし携帯電話もないし郵便システムすらないんですね。そういう時どうやって数十キロ先の人とコミュニケーションするかっていうと、お手紙を書いてそっちの方向に行く人を捕まえてちょっとあの人に渡しといてっていうわけです。なのでその人に、手に渡るかもわからないし返事が返ってくるかもわからない、そしていつ返事が返ってくるかもわからないというような状況なんですね。でそれそ、人間って文字を開発発明してからですけど、ずっと多分そういう状態が長かったと思うんです。でそれが郵便システムっていうものができて、十中八九相手に届くし、十中八九、近いうちに返ってくるだろうっていう状況になって、次電話で、直接遠くの人と話せるようになった。で、E メールができて、手紙だけれども、すごく遠くの人に一瞬で送れて、タイムラグはどれくらいあるかわからないけど、帰ってくるというコミュニケーションができるようになって、それが主流になってきたと。で、今度は LINE ですよね。LINE はもうパッて送ったらすぐ既読がついて、それすぐ返信しないともう既読すると言われてしまうような、すごく素早いコミュニケーション、遠く離れたところで素早いコミュニケーションが可能になってきた。で、そういうコミュニケーションの変化、発達っていうのはもう進化史の長さから見るともう一瞬っていうほどの長さでいろんなものが出てきて、それに人間ってすごく素早く適応して今来てるんですね。で、やっぱり今、ズームとかで、対面で、オンラインでお話ししますけど、やっぱり人の表情が読みにくくて、なかなかコミュニケーションが取れないだとか、ズーム飲み会そんなに盛り上がらないよね、とかいうような話があるんですけど、それでも私たち、去年よりも今年の方がだいぶ、オンラインでの会話のコミュニケーション、うまくなってきてると思います。なので、これからすごく早くきっと適用できて、きっとオンラインでのコミュニケーション、非常にできるように、適用してくるんじゃないかというふうに思います。そしてコロナがを乗り越えてですね、また対面の、コミュニケーションというものができるようになったときに、多分この世界はまた一つコミュニケーションの手段、つまりオンラインでの顔合わせての対面っていうコミュニケーションの手段が一つ増えた世界っていうものになっていくんじゃないかなと思って、そうであればいいなというふうに思います。はい。適応力が非常に高いということで、明るい話題かと思います。やっぱ個人差もあるかなと思うんですが、適応力に関して、若い方は、何でもかんでも、そういったツールに関してはですね、すごく適応力早いと思うんですけども、なかなかそれが苦手な方もおられますし、そういう面で、そういう苦手な方も、やはり、孤立化しないような、そういった方策が必要かなと思うんですが、いかがですか？もうそういうところは、やっぱり手助けですね。協力というキーワードがいろいろ今日出てきましたけど、苦手な人が得意な人を助けるというような、協力、それもコミュニケーションですけど、そういうところが大事になってくるんじゃないかなと。苦手な人はそこを、得意な人は補ってあげるというようなことが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。後ほどまたお時間がありましたらですね、今の話題も、もう一度振り返りたいと思います。では続きまして、小柳先生の新型コロナウイルスに関係しまして、いろいろ話題になっておりますけども、コロナウイルスに限らず、病原性のウイルスが非常に蔓延していくということで、リスクが高まっているような印象があるんですね。で、これから先、将来に向けて、こういった病原性とか、あるいは感染性が強いようなウイルスが、ますます蔓延してくるリスクというのは高まっていくんでしょうかと。それと同時にですね、医学は発達しているんですが、医学がそういった病原性のウイルスに対して勝てるんでしょうかと、そこに関してご意見を伺いたい、小柳先生の方が伺いたいと思います。はい。感染症と人というのは戦いの歴史でして、医学者にとっては渡辺先生のご質問に医学は勝てると思って私は研究所の人間を鼓舞しております。で、その証拠はですね、実はマシンとか非常にはっきりしてます。で、皆さんもマシンを怖がる必要はないと思いますが、これはワクチンができてるからです。で、マシンは実はワクチンがなかったら1人の人が10人以上感染して、で、実は
前世紀の20世紀の 前半ぐらいにそういう事件が起こったんですが、エスキモーのある村にマシンのウイルスが入ってその村が全滅したということもあります。で、ワクチンあるいは薬、まあ、エイズの場合は薬ができて、インフルエンザの場合も薬ができて、それを克服できます。で、感染症では抗生物質がありますし、そういう意味で、テクノロジーが進歩すれば、人は救えるということで、まあ、その結果現在のように人口が70億を超えるぐらいの人類の繁栄を謳歌しているというふうに考えてよろしいと思います。ですが、皆先生が言われたように、人獣共通感染症、つまりウイルスはいろんなところに隠れております。まあ、それに対して対処できるように我々は考えておかなきゃいけないと。で、ウイルスは怖い怖いと、まあ私も怖いですが、思われてますが、いろんなところにあります。海にもウイルスがいます。ドブにもウイルスがいます。で、実は海の海洋生物に、例えば海を救っただけでものすごい数のウイルスがいて、それは、小さな微生物に感染するものです。で、ですからウイルスは必須にいるというふう、あれ、これはタンパクと核酸の複合体でものすごく簡単なものなんですが、そういうふうに彼らは生き残っていくというふうな、生物と言ってもいい、まあ、言えるのかわからないですが、そういうもので、これは仕方ない現象です。ですから最初に申し上げたように、ウイルスフリーの世界はあり得ません。ということで、よろしいですか。はい、ありがとうございます。まあ、ウイルスとは、やっぱり戦いは続くということですが、将来に向けては明るい見通しということに受け止まっています。港総長、医学者ということで、今の医学がウイルスに勝てるかということ、質問に関していかがでしょうか。はい。今日せっかく若い高校生もいっぱい来ているので、少し広い話をしたいと思います。感染症ってね、もう人類と共にあったんですよ。で、まあ、人類できたのは、まあ、100万年ぐらい前、アフリカから出て、これがまあ数万年かけて、ユーラシアからずっと行ったわけですね。で、やがてその中世に、例えばスペインの、まあ、ならず者軍隊100人ぐらいが、新大陸ね、当時の南北アメリカへ行って、数万人の、非常に高い文化を持った文明を完全に潰してしまった。それは鉄と銃だったわけです。で、それが非常にみんなインプレッション強いんですけど、実は、2万年ぐらい前にユーラシアから新人類はもうアメリカへ、アメリカ南北大陸へすでに入ってます。で、かなりの人間が入ってるんですね。ところが、いわゆる15世紀ぐらいですかね、新大陸といってユーラシア大陸の人間に行った時に非常に減った、少なかったという印象はみんな持ってるんですけど、実はそうではなくて、それは、まあ、そういう戦いもあったけども、実は南北アメリカの非常に多くの人間が消失したのは感染症なんですね。ユーラシア大陸から持ち込まれた感染症でほとんど絶滅して、9割ぐらいが絶滅したと言われている。だから感染症っていうのは人類そのものの歴史にものすごい大きな影響を与えてきてるんですね。で、それはなぜその逆はなかったかというと、さっき言ったように家畜の要素が非常に大きくて、ほとんどのその当時の主要な感染症は家畜、牛とか馬、羊、鳥ですかね、豚、そういうものは持って、家畜化することによって、人間は感染したんだけども、数千年の歴史の中で、ほとんど免疫、かなりの免疫を作っちゃってたんですね。これ今でいう集団免疫、英語でハードイミュニティというんですけれども、要するに集団として非常に抵抗性をすでに持ってた集団が、ほとんど集団、その集団免疫のない集団の中に入り込んだわけですね。で、南北アメリカは家畜を持たなかったんです。なのでそこへ行って、一気に菌をばらまいて、まあ何千万人という人間が南北大陸から消えてしまったと。で、これが事実なわけです。そういう歴史をずっと人類というのは繰り返してきてるわけです。で、まあコロナというのは別に非常に特殊ではない。そういうものの一環として、多分私たちは考えないといけない。で、それに対して今のご質問に関係するけども、人類はどういうふうに対応してきたか。いくつか、
僕が知っているのは一つだけなんですけども、地球上から人類が人間の操作で撲滅した感染症があります。これは天然痘です。で、天然痘は完全に地球上からなくなりました。これはワクチン、ジェンナー等々からね、いろんなワクチンをやってなくなったわけです。今天然痘のウイルスが残っているのはロシアとアメリカのとある研究所に1バイルずつあるだけなんですね。自然には存在しません。で、これにかなり近い状況になったのはポリオです。で、ポリオは早く WHO は絶滅宣言を出したいと言ってるんだけど、まだ一部東南アジアにかなり残ってますけど、普通我々の世界でもほとんどなくなって、それから結核、マラリア等々はこれ共存してます。共存というのは何も境界領域になってるんですね。例えば我々の先進国、いわゆる南北問題で言えば北側の国々は結核はないことはないんですけど、非常に治療薬もあることもあって、あまり大きな社会問題になってない。ただインド、アフリカでこれは大問題です。今でも何百万人という人間が今でも結核で死んでます。マラリアも同じです。それからさっきちょっと小柳さん言ったけど、麻疹ですね。これはもうおそらく我々が知る最も感染力の強いウイルスですけれども、これは存在します。で、これはもう徹底的に人類はワクチンで抑えてきてるんですね。ただワクチンというのは親から子へ伝わりませんから、免疫系というのは一代限りなんです。ですから世代が変わった時にまた やっていかないとダメなんですね。で、しばしば世代代わりに麻疹というのは本当に少ない集団から一気に広がることがあります。これは時々今でも起こります。そういう形で人間はいろんな形で種類の違う感染症とこう付き合ってきたんですね。その経緯は実は様々なんです。で、このコロナが出る前は我々は感染症関係ないと思ってたんですが、インドかアフリカ等々については感染症はいまだに村落の死活に関わる大きな問題であり続けてるわけです。これは南北問題と言われます。で、北側の人間は意外とそれを忘れてたんですね。で、今度このコロナが来ることによって感染症大変だ大変だ、ポストコロナもうどうしようという話題になってるけど、それは話題にすべきなんだけれども、このウイルスがどうなるかってのはちょっと分かりません。インフルエンザもともと豚ないしは鳥から来たものでありますけれども、今鳥型インフルエンザ出てます。これは人に時々移りますが、まだ人から人には行ってない。これ行ったらかなり大きな問題になると思います。で、インフルエンザウイルスはかなり同じ RNA ウイルスですけども、ちょっと種類が違って遺伝子いくつを持ってるんですよ。7つかな、小柳さん。今のコロナは一本差の長い遺伝子なんですけど、だ変異というのはミューテーション、転変異、変異しか考えないんですけども、インフルエンザは遺伝子いっぱい持ってますから組み替えて変異することなんです。だから非常に大きなスケールの変異でドーンと変わることがあるんです。これドラフトと言いますが、スペイン風邪、アジア風邪という通常年々変わる小さい変に加えて何十年かに一回大きな変化を示すことがある。こういう場合は大流行しますね。スペイン風邪100年前もこういうことが起こったわけですね。ですから感染症の多くはまだなくなってないし、我々はそれなりに付き合ってきてるし、付き合っていかないといけない。で、その付き合い方の被害も、実はここでも南北問題が出ます。南と北では全然違います。で、今度は珍しく北というのは、先進、緯度の高い先進諸国がむしろやられている。今、アフリカはもちろん起こってますが、欧米ほどではないです。だからこういう問題になってるんですけれども、若い諸君に覚えておいてほしいのは、その我々の知らないところでずっとこれは起こってたんだということです。で、とうとう我々の世界にもこれが来ていると。幸い新型コロナは今言いますように、リサル、致命率はそんなに高くはないですけれども、例えば天然痘は高いですよね。半分死にますからね。で、そんなもんではないですから、多分消えるということはないんだろうと思います。場合によっては、いわゆる季節性の感染症、インフルエンザのね、冬になったらコロナというのは風邪ウイルスと同等のウイルスなんで、冬になったら一定出てきて、それに対して何とか付き合うというお付き合い方になるのかもしれないし、これは誰も断言はできません。ですから、そういう問題であると。ですから、感染症は人類が存在する限り、感染症との付き合いは多分永久に続きます。その付き合い方は
相手によって考えていかないといけない。で、先ほどから出てますように過剰になってもいけないし無視してもいけない。で、この新型コロナというものに対してどの程度の付き合い方をしていくかというのが、今はまだ急性拡大期ですから、小柳さんがいろいろ言われたようなことは我々は守ってきっちりやっていくべきだろうけれども、バイラスフリーには多分ならないと思います。そうなればどのような距離感がお互いに許容できる距離感かというのがだんだん我々にも分かっている。もうインフルエンザ皆さん分かってますよね。インフルエンザかかってクラスにのけもんになったりとかみんなして責められていくことはないですよね。だからそういう形である種の平行状態にできて、我々の通常の日常生活がもちろんステップアップはすると思います。ソーシャルディスタンシングというのはある程度スタンダードの生活様式になるとは思いますけれども、そういう形でなるべく早くしかるべく平行状態というかな、そういうものに持っていけるようになればいいなと思っておりますが、これも今何べんも言いますが誰も断定的には申せないということで、ただ感染症は絶対なくなりませんし、今でも今この日でもインドアフリカでは年間を通して言えば300万人ぐらいの人間が感染症で死んでいるというのは世界の現実であるというのは若い人たちにぜひ知っておいてほしいと思います。はい、感染症自身我々がやはり十分やっぱ勉強しないといけないですね。いろんなやっぱり感染症が大きな被害を起こしているということに関してですね、改めてちょっと自覚いたしました。感染症、ウイルスもあれば細菌もあるんですけども、抗生物質をはじめ、特に細菌の場合は抗生物質をはじめですね、様々な化学的なアプローチというのが大きく貢献していると思います。時任先生、科学がご専門ですけども、こういった感染症対策に関して科学の役割とか、はい、今日一日伺ってて、今最近だと皆さんもうワクチンに関心が多いで、現実の問題ですから我がことに振り返ってくるのでですけど、長い目で見ればやはり今総長おっしゃったように付き合っていかなきゃいけない病気ですから、薬、治らなくてもいいんですよ。重症化を抑える、出だしの頃にアビガンとかレムデシビルって皆さん覚えてると思いますけど、あれが評価が今まちまちですが、あれはたまたま別の病気のための薬がこう転用できたのですぐ検証できたんですけど、我々化学者はかなりかつてに比べると化合物を作るっていうのはもうスキルが上がっています。で、一ついいものが見つかるとそこからどんどん類似の形が似ているものとか性質の似ているものを作り続けてモデルを提供できるんですが、医療業界というのはなかなか敷居が高くてですね、今回のワクチンはアメリカのやつの治験の結果を割と早めに特例承認ってやりましたけど、普通の薬はなかなか治験をパスするのに時間とお金がかかると、もしくは業界の裏のルールもあるのかもしれませんけれども、そういうので我々が珍しい化学物質を提供しても薬になるのは非常に確率が低いと、だけどもう命に関わるような、そういう今回のパンデミックのような薬病気であればその中で特例ということもあるでしょうけど、ですから今科学者はそういう能力はですね身につけてます。ですけどこれはお互いに違う分野で別々に研究しててもあまりうまくいきませんので、今回パンデミックということで国の予算もそうです、世界中の研究者も医学、生命、科学、全てのものが協力して対応してますから、そういうのが早く正解を導く、もしくは正解でなくても命だけは助かるとか緩和するとかですね、そういうことが達成できればなというふうに思っています。渡辺先生のその化学がどう貢献できるかという質問にはそういうちょっと概念的なお答えしかできません。で、私研究者として一つ困っているのはポストコロナ、アフターコロナで、先ほど来人間はそのオンラインも含めて新しいツールを身につけて違うステージに上がるというふうにおっしゃってますが、時差だけは解決できないですね。ですからズームで会議やられてヨーロッパと8時間違いなんでなんとかなんですけども、北米の人と話そうと思ったらどっちかが無理やり夜中起きてないとできないんです。ですからやっぱり地球は丸いです。ですから早くコロナが収まって飛行機でも何でもいいですけど現地に行ってですね、少し美味しい食べ物を飲みながら1週間ぐらいは国際会議でディスカッションしたいなと思っています。それが来年か再来年か分かりませんが、なるべく早く
そういうことがあればいいなと思って、まあ、あとは自分たちの研究がそれに少しでも貢献できればと思う次第です。はい、ちょっと脱線します。ありがとうございます。はい、後ほどまたご意見を伺うとしまして、午前中の終わりまして、午後の2番目の講演ですね、宇野先生の未知なる 川の謎を追ってということでございまして、生態学に関係した話題としましては、例えば森林伐採などによって、生物多様性が減るとですね、動物間同士の感染のリスクというのは上がるというふうに言われていますね。希釈効果というんですか。まあ、そういう面で、生態学から見て、まあ、生物多様性というか生態系とそういった感染症の関係に関して、まあ、何か、ご意見を伺いたいなと思ってますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。なかなか生態学とウイルスということで、ちょっと強引なところもあるんですけど、まずですね、先ほどのまでの話で、感染症と人類っていうのはもう戦いの歴史だった、もうありふれた話なんだということでしたけど、生態系の中でもですね、感染症っていうのはもうありふれた話です。先ほど小柳先生がウイルスっていうのはどこにでもいるんだという話をしてましたけど、実際に自然の中でもですね、魚にも感染症はあるし、微生物にも感染症はあるし、植物にも感染症はあるし、本当に生き物と感染症っていうのは戦いの歴史なんだと思います。で、生物多様性を守ることで、その感染症を、抑えることができるかということに関しては、まあ、そう願いたいんですけど、まあ、生物多様性一般としてですね、安定性を増すということは言われています。で、先ほど私のお話でもしたように、やっぱり生き物と生き物というのはこう絶妙なバランスで生態系というのは成り立っていますので、その森林伐採とかこう人間が自然に手を加えた時には何らかのバランスが壊れて特定の生物が大増殖してしまったり減ってしまったり、そういうふうな増減の中でやっぱり感染症っていうのは広がりやすいので、人間と接するところがあった時にはやっぱり感染症が人間にうつることもあるのかもしれません。で、まあ、今回、コロナ、ポストコロナということで、まあ、コロナ乗り越えたときにですね、その先にまた感染症が来ないようにするためにも、いろんな課題に取り組んでいく必要があるのかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、生物界のバランスというのが、やはり、ウイルスとか細菌とか、そういったことにもやっぱりかなり影響していると思いますので、そういった関係自身もですね、より明らかになっていくと非常にいいかなと思います。はい。では、午後最後の講演の関口先生ですが、チームワークの経済学ということで、コロナ禍ですとですね、まあ、自粛ということで、例えば飲み会に行きたいけども行けないとか、まあ、やりたくないようなことを、個人に強いるということがあると思いますね。で、こういった中で、まあ、うまくゲーム理論を使って、まあ、実験得ではないことも得になるようにして、まあ、感染予防するような、まあ、そういったゲームというか、アイデアというのは何かございますでしょうか。まあ、みんなで自粛をしましょうとか、そういうのは本当にチームワークだなと、感じております。ロックダウンとか我が国はやっておりませんので、まあ、ロックダウンしないで感染拡大を防止しようと思ったら、国民の協力がなければ達成不可能であろうというのは、まあ、間違いのないところだと思います。で、そういう意味では、まあ確かに今日私が話したことは偶然この問題と被っているなと感じてまして、だからまあ何話したか思い出しているところなんですけど、まず声を出すと言いましたですね。いや、これは本当に自粛をお願いする側が声を出すべき場面なんだと思います。誠実に何をしてほしいのかをお願いすると。やはり理由もあった方がいいですよね。できれば数字に基づく理由が述べられた方がいいですよね。そういうようなことをして、で、もし実際に、まあ、例えば感染者数が減ったとか、そういうようなことがあったら、次はやはり感謝するとか、そういうことではないでしょうか。で、まあ、それでもまた最後には緩まないでねとか、まあ、そういうようなことも、もしかしたら言わなきゃいけないかもしれないですね。そういうような、プロセスを、その、行動変容を促したい側としてはやっていかなければ助け合い行動にならないんじゃないかという気がしています。で、私自身ってこの件に関して一つ注意事項みたいなのを感じていまして、その時私さっき
数字に基づく説明が望ましいというようなことを言ったんですけど、その数字って結局その時点での最新研究に基づくものでありまして、だけどこの件はもう研究が進行中ですから、まあ、しばらくしたら新しい考え方、新しい定説というのが出てくるかもしれないですね。その時にもしかしたら最初に言ったことが、まあその時点での最新研究に基づくことですから間違いであるというようなことはまあないかもしれないんで、ないとは思うんですけれども、それにしてももうちょっとうまい言い方が、説明があり得たというようなこと、そういうことにもなりかねないですね。でまあその場面、そうなったら行動変容を促す側は素直にそのことを認めればいいんだと思います。必要に応じて謝る。必要に応じて新しい説明を提供する。新しいお願いの仕方をする。また新しい感謝の仕方をする。そういったことを繰り返していかなければいけないのかなというふうに感じています。まずはそんな感じです。まあ、そういう面で柔軟性が非常に必要で、まあ、臨機応変にやはり対応していかないといけないと。でそうしないとやっぱチームワークはうまく保てないという話かと思います。で感染予防のチームワークを作るためには、まあ、情報をいかにして共有するとか、まあ、そういったことが非常に大事だと思うんですが、その辺に関してはいかがでしょうか。はい、そうですね。情報というのは私自身はとても大事なことだと思っていて、やはり情報がなければ行動の指針を導けないです。私個人は、国民というか、まあ、社会の一人一人が自分なりに配慮する行動をしようとする、そういう心意気というものを基本的に信じているんですけど、多分そういう心持ちがないと我々は感染症を待たずに絶滅していたような気がしますので。ですので、まあ、そういう意味では、まあ、我々、まあ、なんとかこう、自発的にうまく回していけるようなものというのを持っているんじゃないかと思います。ただそれにしても、その心意気を生かすためにも正しい情報提供というのが必要なんじゃないかと。なんかパニックを起こすかもしれないから隠すとかいうのではなくて、今こういう状況なので、つきましてはこういう行動変容をしてくれませんかという理屈でお願いするという方が本当は効果的なのではないかというふうに感じます。今のは行動変容をお願いする側からの情報という観点なんですけど、多分今回の件はもう一つ重要な情報の問題を含んでいると思います。私は自分の講演でクラス行事の参加っていうのを例にとったんですけど、その時に私はクラス行事参加をかったるいと思う人っていうのと、仕切る役になってて、でも仕切るの大変と思ってる人というふうに、ちょっと分けて考えました。言いたかったのは、同じチームでも思惑が、役目が違い、結果として思惑が違い、またサボりたい誘惑の種類が違うということが、同じチームでも多々あるということです。この新型コロナ問題もそれがありまして、つまり同じ日本国の国民なんですけど、感染リスクですとか、あるいは重症化リスクというものは人によって違います。ですので、結果として行動変容するというときに、まず自分の側のやる気というのも変わってきますし、あと周りの人に行動変容してほしいと思うその切実度も自分の状況で変わってきます。そこら辺がよくわからないと相互理解に失敗して結果として行動が揃わないというようなこともあると思います。でポイントなのは、まあ、自分のまあ考え方は自分のことですから、まあ、よくわかるとは思うんですけど、まあ、他の人は一体どういう理屈を抱えているのか、他の人のチームワークに向かうための事情ですね。他の人は一体どういう役目なのか、どういう誘惑に直面しているのかということを理解しないと、結局助け合いを期待したくても周りの事情が整っていない、それではダメだと思います。ゲーム理論は相手が何してくるだろうかというのを考える、その上で自分の意思決定をするというのを議論の根底にしています。ですので、もともと相手が何してきそうかというのを考える上では向いている学問なんですけど、今回はそれが特に求められていて、つまりいろんな人がいろんな事情を抱えているので、ただその人の事情なりに、その人はどういうふうに思っているのかというのを理解するのが重要だということです。自分の事情で他の人を考えることはできない。それじゃ間違いになってしまって、他の人のことを他の人の事情で考えるということが、この場合重要であり、
まあ、またさっき情報提供ということで言えば、自分のこともともかく他の人たちはどういう思惑なのかというのが分かるような情報提供というのもこの場合必要なんじゃないかと考えています。以上です。あ、はい、どうぞ。あのね、今の問題僕も大事な問題だと思うんですよ。でちょっとこれまだ若い人向けの話になるけれど、今日は科学の話をねこうしてきたわけです。で我々ずっと19世紀、20世紀にかけて科学というものは非常に我々の生活の役に立つと。で科学が発展し進歩すればするほどいろんな問題が解決できるということを信じてやってきたわけです。これは私は今でも間違っているとは思っていない。でただそれはこれはノーマルサイエンスと今呼ばれていますけども、例えばある病気があるとみんな悩んでると、でそれは科学で、医学なり薬学なり科学でとにかく病気を明らかにして、原因のを明らかにし薬を探しということでやっていく。それはもうそれとどんどん行けば必ず良くなる。私はがんと免疫の仕事をずっとしてきましたが、もっと行けば必ずこれ良くなります。ところがここへ来て、まあ、コロナの問題が非常にいい契機になったけど、実はその前に出てきたのが先ほどこれも問題になった気候変動、地球上の気候変動の問題なんですね。でこれはじゃあ科学が非常に進歩したときに科学で我々問題を問うことはできるけども科学で全て答えられるかという問題にぶつかってきたわけです。でこれは例えば今回のコロナに関して言えば非常に我々が想像をはるかに超えて短期間にウイルスゲノムが全配列が分かりました。それから感染ルートも分かりました。リセプターも分かりました。構造も分かりました。もうここへ来てワクチンができている。ワクチンが 1,2 年でできるなんてのは僕らは以前には想像もできなかった。科学は非常に進歩している。ではここで議論したようにその科学のものすごい進歩が COVID 感染症という社会事象に対して答えを出し得ているかというとやっぱり出し得ていないんですね。でこれは気候変動も多分同じことが起こります。 CO2 濃度が何パーセント上がったら気温が何度上がってそうなった時に多分海面がどうなってちょっとできるけども、じゃあそのことが分かったことが何らかの対策に決定的な決定要因となるかというのはなってないんですね。でこれは20世紀に入ったぐらいから実はケンブリッジなんかの何人かの研究者たちがそういうことはすでに気がついていて、そういう新しい領域の科学の時代に入りつつあると言ってた。で彼らはそれをポストノーマルサイエンスと言ったんです。で何がポストだと、つまりノーマルサイエンスと何が違うかというと、従前の科学の進歩に加えて軸が2つできてくる。余計な軸ができている。で1つの軸は事象自体が非常にコンプレックスであるということです。それは感染症というのはウイルスとにあるウイルスと細胞とのインタラクションだけではなくて、それを細胞を持つ人間、人間がどう動く、それがどう関係するという非常に大きな事象であって、事象そのものが非常に複雑である。これは気候変動も同じように非常に複雑な事象であるというのは1点。もう一つはそれで問題点が見えたとして、縦軸にもう一つ軸が出てきて、これはそのステーク、よくステークホルダーと言いますね、利害なんですよ。全ての人間が同一利害になり得るかというとこれはならない。例えばがんを治したい、これ治すなという人は普通いないですよ。だからほとんどの人の利害が一致する場合には科学は非常にやりやすい。ところがこれこういうの理由で感染が広がるから自粛してみんな閉じこもって外へ出るなといったときに利害が対立するわけです。それをやろうという場合、しかしそれをやったら私の政権成り立ちませんよという人は必ず出てくる。政治的な信念が出てくる。宗教が絡んでくる。ワクチンなんかはそうですね。生活習慣が絡んでくる。様式が絡んでくる。文化が絡んでくる。靴履いたまま家入るか、ね、抜いて入る。そう、すべてのものが絡んできて、ある指針を出したときに、必ず利害が対立、つまり、ステークホルダーが非常に多いという要素が含んでくるわけですね。この二つの要素が含んできたときに、科学だけではなかなか答えが出せない。で従前のある固定した領域、まあ、時藤先生は科学、化学、私は医学、何先生は物理学、そういうここの領域の科学をどんどん発達させるだけでは必ずしもうまくいかないケースが出てきてるんですね。でどうしたらいいかというのは今まさに議論になってるんだと思うけれども、そのラベッツなんかは最近何を言ってるかというとね、これ英語になりますけれども、
The Science of Safety, Health and Environment プラスエシックスだ。日本語で言えば、我々のやる科学は個別、もう個別科学の領域を超えて、安全と健康と環境、足すところの倫理だと。こういうことに。ですから、我々もだんだんコミッティをどんどん広げていって、今日も京大のいいところはいろんなフィールドの人が、領域の人が集まってるわけですね。いろんな領域の人たちが全く違う観点から議論をして、もちろんその時に重要なステークホルダーは科学をやってない人なんです。今そこにいらっしゃる方々が実は非常に大きなステークホルダーであると。利害保持者であると。で、そういったところがどうして最終的な決定に至るかということを考えていく時代に入ってきて、科学もですからそういう一部分になっているんだろうと我々は考えざるを得ない。その時に全員の共通のキーワードとして安全であるということと、これは心身ともにですね、から健康生命に関わるということと、環境と、あとは倫理という問題がどうしても残るでしょうと。だからそういう形での、科学のやり方というのを、作法というものを我々はこれから学んでいかないといけない。我々はそういう科学を教育されてないんですね。医学だ、ウイルス学だ、何学だという科学をやってきた。ですからこれから特にそちらに若い諸君にはね、科学というものにはそういう広い見識がだんだん必要とされるんだと、その中での専門科学であるというようなことをぜひ今日こういう議論の中で聞いてても分かるでしょ、結論出ないんですよ。そういう中で自分らがどういう科学を目指すかということをこれからぜひ考えていただきたいというふうに私は思っています。はい、大変深い話で、全てまとめていただいたようなところだと思います。学問の連携はもちろんですけど、学問と一般社会とか全ての人方のやっぱり連携というのが非常に大事だという話だと思います。今いろいろお話伺いましたが、残りの時間がもう3分ぐらいになっておりますので、ここからまとめというところに移りたいと思うんですが、京都大学はもう様々な学問をしてまして、そういったすごい研究力があるということなんですが、こういった京都大学の研究力をどのようにして、コロナ禍後の社会に、活かせることができるかと、そういったことに関して、時任先生のからご意見をお願いします。はい、私10月から理事やってるんですが、3つ所掌があって、その最初が研究担当理事ですから、そこをお話しなきゃいけないんですけど、やはりでも大学っていうのは企業とか国の研究所ではないですから、合目的的な研究をやるところではないです。ただ学者の集団ですけれども、やはり先ほど総長もおっしゃいましたけど、ステークホルダーがいる、誰かが見てる状況で、国立とは名前ついてますけど、国のお世話になりながらですね、研究しているので、勝手にはできない。ただやはりその何に対して取り組むかというところ、このモチベーションの向きだけは自由度は欲しい。京都大学は自由の学、自由なじゃないですよ、自由の学部っていうのを創立当初で言ってるんですけど、見識を持ってですね、自分の興味の赴くところに邁進しているわけですが、願わくばそれが社会の求めるところと合致すれば非常にいいと。昨今はそういうところをうまくすり合わせるのが我々執行部の仕事かなと思ってます。で、こういうコロナというね、パンデミックの元ではありますけど、逆にそういうところでいろんなところの焦点が絞られてくるっていうのもあるんでしょう。それでいろんな分野の方が同じ土俵でいろんなことを議論する場が増えてます。ビヨンドスマート社会でしたかね、そういう言い方をして、先ほど言ったポストノーマルと同じ概念で、企業の方もそういう仕事をしたいとおっしゃってますから、大学にそういうところを求めてこられることもあります。ですから我々その専門バカと昔言われましたけど、自分の専門を極めることは大事なんですが、他のことを知らない専門バカは困るので、その分野にはものすごく特化してもいいんですけど、他の分野のこともちゃんと分かれるようになりたいなと思っております。で、もちろんあと世の中の意見っていうのもね、無視してやっててもしょうがないので、やっぱりそういうのも知りながら、開かれた大学で、なおかつ、日本にとどまらずですね、先ほど朝総長もおっしゃった世界と合する、そういう大学になりたいと思ってやっています。
今日7人の先生方のお話、私いつもこれ第3回ぐらいからずっと出てるんですが、違う分野のお話を30分40分ぐらいでまとめてお話しいただいて、いつも刺激を受けております。非常に勉強になります。今日おいでになった方がその辺をすごく参考にしていただけたらすごく嬉しいと思います。で今日のお話は多分ですね、大体が大学院の話なんです。皆さんが思っておられる大学っていうイメージは大学、学部のイメージでしょうけど、やはり今研究っていうのは専門の研究者と大学院生が一緒になってやってるんですね。そこはなかなか一般の方々にお伝えする手段がないです。でも、やっと政府も理解してくれ始めたのが、最近博士後期課程学生、いわゆるドクターですね、ドクターの学生を支援するっていう制度を少しずつ始めました。多分今年度来年度でだいぶ揃うと思いますけど、そういうところで何が行われているかというのを皆さんにあまりお伝えする機会がないというのは残念ですから、ぜひこういうのがまた改めて機会が持てればと思います。非常に今日は貴重な機会を私個人もいただいたと思って、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、総長は最後一言、何かメッセージございますか。よろしいですか。先ほど総括いただいたので、もすみません、随分喋ったので、本当に一言だけということで、これも若い人たちにいろいろ僕言いましたけれども、結局はね、こういう仕事は楽しいんですよ。で、楽しくないとこんな仕事をやれない。で、興味とね、関心と好奇心とチャレンジ心ね、特にフィールドの話なんかそうだけど、好きじゃないとこういう仕事はできないんですね。ですから好きなことをやって、我々はいつもは随分楽しんでるということも理解していただきたいと思います。はい、楽しくやりましょうということでございました。まだまだ議論は尽きないんですけども、お時間の方が浄化しておりますので、これにてですね、パネルディスカッションを閉じたいと思います。ありがとうございました。